プリメーラディビシオンデラリーガデフトボルフェメニーノは、スペインの女子サッカーリーグである。主催は、スペインサッカー連盟。イベルドローラとのスポンサー契約により、プリメーライベルドローラと呼ばれている。1988年にリーガナシオナルとして、創設された。創設年には、オリンピコフォルトゥーナ、プエンテカストロ、パルケアルコベンダス、サンタ、マリーアートレティコ、 バジェス・オクシデンタル、RCD ・エスパニョール、FC ・バルセロナ、CE ・サバデル・イ、ペーニャ・バルセロニスタの8チームがリーグに参加した。1996から97シーズン、リーグは4グループに分かれて、リーグ戦を戦った後各グループ1位が準決勝に進む方式に改定された。2001から02シーズンに、リーグはスーペル・リーガと改名され、 それまでのグループで戦った後決勝トーナメントを戦う方式から14チームがホームアウェイで戦うリーグ戦方式に改定された。2008-09シーズンにはリーグに参加するクラブ数が14から16チームへ増加した。2009から10シーズンにスーペルリーガはチーム数を16から24に増やしたが試合の質の低下や試合数の大幅な増加により クラブや選手から批判を受けたため、8チームずつ3つのグループに分けて、リーグ戦を戦った後、各組2位以内のチームと3位のうち成績上位に、チームで上位リーグ、以下成績ごとに8チームずつ3つのグループに再編成して、再びリーグを戦う方式に変更した。さらに、このシーズンの途中で2チームが、財政難のためリーグ戦を辞退した。 2011から12シーズンにはそれまでのグループリーグ戦方式は廃止され、18チームがホームアウェイで戦う方式に戻った。2012から13シーズンによりチーム数は16になった。プリメーラーディビシオンフェメニーナはドイツ女子リーグやフランス女子リーグ、スウェーデン女子リーグといった国々の女子サッカーリーグに比べ UEFA 女子チャンピオンズリーグでの実績には劣るものの、 UEFA 内で競合リーグの地位を保っている。2018から19シーズンの UEFA 女子チャンピオンズリーグではアトレティコマドリードが準優勝した。リーグは18チームで構成され2回戦争あたりで対戦する。ウィンターブレイクを挟んで9月から翌年の5月まで開催される。リーグ界4チームはセグンダディビシオンに合格となる。 リーグ優勝チームには UEFA 女子チャンピオンズリーグ本戦の出場権が与えられる。ありがとうございます。